井ノ松五郎は、日本の政治家、教育者である。大隅軍金目村の名主、洋江門の次男として生まれる。三軍協立学校を経て、東京神田の教学院で学ぶが、長男の死亡により、帰京し、家督を継いだ。その後、1898年、金目村役場初期、1900年、収入役を経て、1905年。 金目村村長に就任した。以後、1918年から1935年まで4期村長を務めた。この間、金目村村会議員を6期、中軍会議員を2期務め、また、金目村農会長、金目村高地整理副組合長、中軍農会副会長、会長を歴任した。1923年の関東大震災後は、その復興。 金目川拡張、堤防工事を実施した。また、私立中軍盲学校、1902年創立の中軍立中軍農業学校、1909年創立の私立育英学校、1924年創立の中軍六課町村組合立育英学校の創立と、その維持拡充に尽力し、また、1926年の中軍26課町村、 組合立中中学校の創立にも尽力した。1935年、4期勤めた金目村村村長を退任し、1943年12月24日に死亡した。ありがとうございます。